かわいそうな俺の馬子よ。奴ら爆竹なんぞで脅かしよって。死んじまった。死んじまったよ。
供養いかがかね。供養。さよ。死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。 死者があるところ、どこへ行こうと極意。ネズミがもう一匹。 いや、その目、飢えた狼か。斬る前に名を聞いてやる。名乗り！<笑>わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死による。じゃが、その左腕、 忍び儀式とは懐かしい。<笑>なるほど。赤腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ。<笑>わしはアシナの天狗よ。 おう、セキロ。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと。このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミも色々じゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。 どうじゃ、セキロ。ネズミ狩りをせぬか。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。これは。<笑> ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。けれど、何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。<笑>
あんた、考えたことがあるかい？そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそ、あんたもあやつも哀れなことだよ。